こんばんは。毎月第2水曜日夜の6時から京阪新橋駅前スタジオ21より福永ハヤト美歌のプロムナードの司会を務めさせていただきます大黒妙子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は10月12日、あっという間に朝晩も冷え込んでとても寒くなりましたよね。皆さん体調いかがですか？これからは紅葉のとてもね素敵な紅葉が見られますので、とても癒されて、そしてほっこりしますよね。癒されると言いますと、やはり歌を聴きますととても癒されて元気パワーをもらいます。今日も素敵な歌をお届けいたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。この番組は Google でスタジオ21ライブストリームで生放送、そして10日後には YouTube で293プロムナードと検索していただければ何回でもご覧いただけます。どうぞそちらの方でもお楽しみください。こちらスタジオ21では万全なコロナ対策をしていただいておりますので、今日も皆さんには、安心して歌っていただけます。マスターママ今日もよろしくお願いいたします。それでは早速お二人に登場していただきましょう。福永隼人さん、そして続きましてミーさん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ね、あっという間にね、もう秋でもう寒くなりましたね。はい、そうですね、はい、もう今日の朝も寒くて、毛布一枚ちょっと今出しとったもんやから、はい、ただまた寝てしまいます ね。そうなんです、あったかくなりますとね寝過ごしてしまうということがね、はい、ございますけどもね。そしてコロナの方もね、だいぶね収まってきたみたいですのでね、はい、収まってくれたらね、そうですね、嬉しいですけども。はい、それではね、福永さんからご挨拶、皆さんによろしくお願いいたします。プリズレジャパンの、福永隼人と申します。今日も宿命頑張ってございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてミーさんに、はい、ウェーブクーのミーと申します。はい、また今月も番組ができてよかったなと思ってます。そうですね、はい、今回ねプロムナード15回目でございますけどね、はい、そうですね、これからもどんどん続けて、はい、いけたらいいなと思ってます。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではね、ミーさんにはね、はい、後ほど歌っていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。ね、福永さんいつも素敵なね、スーツを着ていらっしゃいますけど、今日はね胸元に猫ちゃん、可愛らしいブローチですね。にゃんこ好きやからね。あ、にゃんこちゃんが好きで、ね、うちにも2匹おるんですけど。いや、うん、癒されますね、猫ちゃんと一緒にね。そうですね、子供がちょっと拾ってきて。あ、そうですか、拾ってこられたんですか。うん、ドラちゃんやけども、ね、こう取ったらこう一家の一員になってしまうから。あ、そうですよね、うん、もうね、家族同然でございますよね。そうですね、なんかもう調子悪かったらね、はい、心配でね。そうね、動物病院に連れて行くんですけども、はい、ね、それはね、ありますよね。このブローチはもう猫ちゃんの形してる、何個ぐらい持ってらっしゃるんですか？そうですね、何個持ってるかな、15、6個ぐらい持ってるわけかな。すごいですね。金色とかね、はい、いろいろあるんですけども。そうですか、またこれからもね、いろんな猫ちゃんのブローチ見せてくださいね。はい、はい、そしてね、今までね、歌手生活されてきて、思い出のことは何か、一番これが思い出だなっていうのはありますか？そうですね、3曲目シングル版出した時に、はい、東京をちょうど、レコーディング行ったんですけども。あ、ちょうど、ね、1曲歌っていただける男の絆の曲ですね。 そうです、その時にね、はい、ちょっとコロナがもうこう、なんていうの、この増えていく時でしたね。もう一番怖い時でしたね、初めでしたらね、はい、新幹線乗って、はい、でもうマスク、まあ、予備持って、はい、はい、行く人もみんなもこう4、5人かな。あ、もう慎重に皆さんね。そうで、着いたら向こうでもうみんなもうマスクしてるし、もちろんやけど。そうですよね、うん、ちょうどもう、2年半、3年ぐらいになるかな。はい、うん、男の絆のレコーディングでよ ね、 東京でされたということで、どうでした？緊張されました？初めての東京だったそうですけどもね。そうですね、ちょうど事務所でレコーディングしたんですけども、はい、横に保護者の宮治治さん、はい、宮治治さんがね作曲していただいて緊張しますね、はい、目の前でねいらっしゃるんですものね、はい、
こういうふうにこう歌ったらいいよとか言いたくれはないけども、はい、うまいこといけへんわな。あ、なるほど。このように歌ってくださいってね言われててもね、うん、緊張がねもう目の前にいらっしゃいますしね。そうですね、もうなんか話しかけてくること自体がなんか、はい、怖いような感じ。怖いよね、うん、どのようにしたらいいかね、もうね上がってしまいますよね。そうですね。でもなんかホリデージャパンのスタッフの方がとても親切で、そうですね、なんか、初対面でないようなこう作ってくれはって、はい、なんかこう前からずっと踊るような感じの話し方で演奏してくれはりましたんでね。あ、それはね、よかったですね、うん、もうそれでだいぶ落ち着けましたけど。あ、そうですか、それはよかったです。それではそのね、男の絆を1曲目歌っていただきましょう、どうぞ。男の絆、聴いてください。飲む酒は明日に望みを夢かけながら、路地の屋台で固く見合って、ついで継がれて歌って飲んで、それが二人の絆酒。俺とお前の、俺とお前の絆じゃないか。夢のかけらを追いかけて、人生半ばで崩れて泣いた。弱音吐くなよ、男じゃないか。空を見てみろ、ひらりと光るあれが二人の絆星。俺とお前の、俺とお前の絆じゃないか。ありがとうございました。とてもね素敵な、ね、歌ですよね。本当に何回聴いてもね惚れ惚れしますけどもね。ありがとうございます。福永さんがもうねかっこいいですよね、本当にね、はい、やっぱり男の絆ですから、やはり福永さんもあれですか、鹿児島から出てこられてもうどれぐらいになりますか。ね、ちょうど42年出てきましたね。ああ、そうですか、はい、もうだいぶなりますね。ね、やっぱりいろんなことを悩んだりの時は男同士で飲みに行ったりとか。大阪長いんですけども、はい、
知ってる人に言われたら、なんか田舎のなんか方言の発音が出てるってよう言われるんですけど、ね、あ、そうですか。これわかりゃ治れへんね。でもそれが味があってね、いいと思いますけどもね。はい、そして次歌っていただきます曲目は雨のともりです ね、はい、はい、もう今度ね、海外から観光客の方がもね来られますので、道頓堀も栄えるんじゃないですか ねコロナの、ね、前みたいにね、楽しみですよ ねなんか昨日からですか、はい、旅行のそうなんです、支援も始まったみたいね。そう、支援も始まってますからね、またね、後ほどね、素敵なね、こんなとこがあるよっていうとこをね、福永さんにね、教えてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたしますね。それではね、あの2曲目、雨のとんぼりを聴いていただきましょう。どうぞ。雨のとんぼり聴いてください。雨のとんぼり、グリコのネオン、色もとりどり傘の花、路地を曲がれば水かけ不動、目をとぜんざい赤ちょうちんも濡れて寄り添う石畳、恋の細道、宝泉寺、嘘と誠が渦巻く中で、あなた一人が好きですと甘え上手な南の女、今も昔も変わらぬものは女だ、心と空、恋に前を追ってネオン街。ありがとうございました。ありがとうございます。雨のとんぼりね、この歌もね、とてもね、詩が好きですね、私ね。恋の細道、宝泉寺ね、ね、おしゃれですよね。そしてなんとこれよく、分かってるなと、今も昔も変わらぬものは女心と秋の空、ね、本当にコロコロ変わる。そう、なんか、そんなやつは僕の周りもぎょうさんいてはるけど。あ、そうですか、たくさんいらっしゃる。コロコロ、あれ、今こう言ってたのに急に変わっちゃったという感じで。はい、ありがとうございます。それではまた後ほどね、思い出の曲をよろしくお願いいたします。それではみーちゃん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。はい、ね、みーちゃんもいつもね、スマートでね、もうかっこいいですよね。よろしくお願いします。ね、私なんかもう何を着ても似合わないから、みーちゃん何を着てもね、キラキラでね、キラキラで負けてます。いえ、そんなことない。みーちゃんもね、歌手になられて、なんか印象的な思い出のね、何かありますか。はい、今回の曲、はい、で、あ、恋の2分の1、はいはい、その時にあの初めてあのオーダーメイドのドレスを作っていただいて、はいはい、だからそれが初めてだったんで、あのあすごいですね、こちら、はい、恋の2分の1のね、この衣装ですね、はい、この衣装、はい、オーダーメイド、あと白いのと、はいはい、どなたの、ね、レイコ森先生に、はいはい、作っていただいたんですけど、はいはい、そのデザインから何から全部していただいて、でその私がやってほしいそのミニスカートでなんか鎌倉みたいになってるんですけど、白いのは、あ前だけ短くて後ろが長いっていう、はい、ね、おしゃれですよね、すごいね、素敵ですよね。赤いのはスリットが入ってるって感じで、ね、はい、
なんかミュージックビデオにもね、こちらで、ね、はい、プロモーションビデオにも載ってますね、はい、歌っていますのでね、ぜひね、はい、恋の2分の1ね、はい、兄さんでね、検索していただければね、はい、こちらのドレスを着ながらね、はい、歌っておりますのでね、とても素敵なみーちゃんでございます。はい、それではね、歌っていただきましょう、はい、恋の2分の1です、どうぞ。の方もね、はい、白い衣装の別れのね、はい、歌がね、そうですね、こちらの白い衣装をね、はい、こちらも作っていただいて、ね、2着セットですね、とても素敵ですよね。ありがとうございます。そしてこちらね、はい、今度ね10月16日ですか、はい、今週の日曜日です ね、はい、懐かしの歌謡ショーが、ね、行われるんですけれども、はい、そのチラシにね、はい、この衣装のね、あ、そうですね、イブの別れのね、こちらね、はい、てますね。とても可愛いですよね。みーさん何でも、ね、似合いますよ。本当に可愛らしくてね、とてもいいですけどね。こちらね、大阪市立朝日組センター大ホールでね、行われるんですけども、はい、当日券もね、はい、ございますので、はい、ぜひね、見に行っていただければ、はい、よろしくお願いいたします。はい、イブの別れ、はい、
これからですね。これからですね。もうバンバンね、はい、いろんなイベントでね、歌っていただきたいと思いますよね。はい、この間も由美子さん歌っていただいてね。ね、そうです。はい、とてもね、素敵なね、はい、お声でね、もう上手にね、はい、歌っていただきましたけどもね。はい。はい、とてもね、リズムがね、良くてね、ノリのいい曲ですのでね。はい、恵子さんも踊ってくださって、そう、私も踊ってね、歌わさせていただきました。もう家でもついね、出てきますよ。ありがとうございます。それではね、歌っていただきましょう。Bさんでイブの別れです。どうぞ。まばゆい街の光の中へ、二人の恋が消えてゆく。恋人たちでにぎわう街に、初めて知った喜びと、女に生まれた幸せを、私の体に刻んだ人よ。人とは会えぬ愛しいあなた、佇む影の孤独が染みて、思わず落とす忍びなき、ざわめく街に飲まれて消えた。と凍うことの切なさと、思いが通わぬ悔しさに、夜叉まで心に刻んだあなた。平野の街にあなたを、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、とても、ね、素敵な歌で、ね、これからね、イブに向かってね、はい、たくさんの方もね、歌われると思いますのでね、はい、はい、そうですね、ワンポイント何かあれば、どのような感じ、ワンポイント、そうですね、すごく、なんだろう、音域が広いんですよね、低いのと高いので、そうですよね、高いところとね、はい、ちょっときついんですけど、はい、はい、頑張って歌って高い声を出していただいて、あ、何回も何回も歌う、はい、はい、あと感情込めて歌っていただければ、この歌は感情込めて、ね、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。またね、思い出の曲歌っていただきましたので、はい、たその時はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではね、もう大人気のね、きらぼしコーナーにね、参りたいと思います。それではまずはお一人目、山本幸子さん、どうぞこちらの方までお越しください。山本さん、
はい、よろしくお願いいたします。どうぞこちら舞台の方までお越しください。あ、そちらマイク取っていただきます。こんばんは。こんばんは。とても素敵です。よくお似合いですね。ありがとうございます。綺麗ですよ本当にね。はい、今日はどこから来ていただきました？今日は大阪の茨城市から。茨城市か、はい、ありがとうございます。はい、今回は何を歌っていただけますか？阿部静江さんの、はい、水色の手紙。あ、とてもね、はい、綺麗なね曲ですけどもね、はいはい、この歌を歌おうと思われたのは？そうですね、この曲がとても子供の頃から好きだったのと、はい、阿部静江さん の、 あの透き通った声がね、とても綺麗ですよね、はい、大好きなので、はい、練習して歌わせていただいております、はい、あ、そうですか、はい、それでは歌っていただきましょう、はい、水色の手紙です。山本幸子さんです。それではどうぞ。お元気ですか？そして今でも愛していると言ってくださいますか？水色は涙色、そんな便箋に泣きそうな心を託します。あれこれと楽しげなことを書き並べ、寂しさを紛らす私です。会えなくなって二月過ぎてなおさら募る恋心、手紙読んだら少しでいいから、私の元へ来てください。知りながらあなたへの手紙を書いてます。誰からも恋をしているとからかわれ、それだけが嬉しい私です。愛していると言われた時がだんだん遠くなるみたい、手紙読んだら少しでいいから、私の元へ来てください。私の元へ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。とても素敵なお声で、ありがとうございます。でもね、とても綺麗な声で、ありがとうございます、はい、かわいい声で、もう本当に阿部静江さんがいらっしゃるのかなと思ったぐらいとても素敵でした。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞまた今度ね、お越しくださいませ、はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして富岡勲さんにね、歌っていただきたいと思います。富岡さん、どうぞこちらの方までお越しください。こんばんは。今日もようこそお越しくださいましてありがとうございます。んん、なんと富岡さんも10回目にね、そうなりますか。あ、なります。ありがとうございます。もう常連さんでございまして、ようこそお越しくださいました。はい、今回は何を歌っていただきますか？はい、
男の旅路。あ、男の旅路でもいろいろね、はい、歌ってる方いらっしゃいます。何人かおりますけど ね、はい、坂本博史さんの歌ですね。これイントロがね、イントロいいんですよ。あ、イントロがとても素敵で、はい、はい、それからずっとこの歌を、あ、練習なさって、はい、今日はこの歌を歌おうと決めてくださったんですね。ありがとうございます。それでは富岡勲さんで男の旅路を歌っていただきましょう。それではどうぞ。ひろしです。夢に生きる、夢に破れて夢になる、それもまた人生。男はいつでも明日に向かい、立ち止まることなく歩き続ける、俺の人生。遥か遠い道のりだけど、夢を捨てないで、ひたすらに一筋に男の旅路。風にさすらい、雨に打たれ、苦いばかりの酒に酔う、それがまた人生。石ころばかりのこの道だけど、いつの日か希望花も咲くだろう、夢も咲くだろう。命の限り歌い続けたい、ひたすらに一筋男の旅路。いつでも明日に向かい、立ち止まることなく歩き続ける、俺の人生。遥か遠い道のりだけど、夢を捨てないで、ひたすらに一筋に男の旅路。ありがとうございました。とてもね、もう歌バッチリでしたよ。素敵でした、本当に。ほんで初めのひろしですっていうのも最高でしたね。あれもめっちゃいいですね。
ありがとうございました、はい、またねよろしくお願いいたします。こちらこそよろしく、はい、また遊びに来てください、歌いに来てください。ありがとうございました。富岡勲さんでした。ありがとうございました。それではね、続きまして須崎義弘さんにね歌っていただきます。須崎さん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。こんばんは。こんばんは、ね、須崎さんも常連さんでございましてね、もう今日で12回目ですから。そんななんですか。なります。いや嬉しいですね。ありがとうございます。今回はね何を歌っていただきますか。和田誠二さん の、 あの、はい、里心という曲なんですけど、はい、これを歌おうと思われたのは、ね、和田誠二さんはもうさらっと歌っているんですけど、はい、結構気が高くてね。あ、気が高いのは大変です。そうなんですよ、ね、まあ、ちょっとあのこれはまあギリギリ歌えるかなという、あ、チャレンジですね、はい、毎回チャレンジでね、はい、歌っていただきますね。はい、それではね、須崎義弘さんに里心を歌っていただきましょう。どうぞ。ぬくもり恋しと母ちゃんのあの笑顔、今夜も夢中、春になったら帰ろうか、みんなが待って街へ、いつになったら帰ろうか、みんなが待ってるふるさとへ、今も聞こえるわらべ歌、あの背中、元気でいるかな、父ちゃんは眠ったか、親も男酒、春になったら帰ろうか、待ってるあの街へ、いつになったら帰ろうか、みんなが待ってるふるさとへ、今も聞こえる演歌歌、思い出浮かべて、忘れない
人がいる、あの日の友の声、会いに行ったら会えろうか、みんなが待ってるあの街へ、いつになったら会えろうか、みんなが待ってるふるさとへ、今も聞こえる祭り歌。ありがとうございます。バッチリね、高いところも出ておりました。本当にね、ありがとうございます。またね、歌いに来てくださいね。よろしくお願いいたします。平星コーナーでした。それでは続きまして、思い出の曲のコーナーに参りたいと思います。福永さん、どうぞこちらの方までお越しください。まずは福永さんにね、思い出の曲歌っていただきます。もう衣装替えしていただきまして、まあ素敵な、もうこれブローチですか、そしてこのネックレス、それは何ですか。あ、かっこいいですね、飾りですねってね、ブラックダイヤみたいですよ、とても素敵ですね。はい、今日はね、何を歌っていただけますか、思い出の曲。藤原宏さんの恋しぐれ。あ、恋しぐれ。恋しぐれいうのは、女性の方もたくさん歌ってありますね。あ、そうですね。あの、うん、あの曲名がね、はい、あのでもね、あの検索したら行さん出てきますけど、あ、そうですよね、恋しぐれってね、その中でね、藤原宏さんがね、とてもあのよく前に歌われていたってね、おっしゃってらっしゃいましたよね。そうですね、もう25年ぐらい前の歌なんですけど、はい、はい、当時よく皆さん歌ってありましたんで。あ、そうですか。それでは、ね、福永さんが歌われたらどんな感じになるかお楽しみください。それでは恋しぐれを歌っていただきましょう。どうぞ。聞いてください。優しさ知る前に別れてしまった酒場町、バカでした、バカでした、薄めても会いたさが募るだけ、今夜も恋しぐれ、今夜も恋しぐれ。
てもね素敵でもう癒されますけれどもね、福永さんも今度10月の16日今度の日曜日懐かしの歌謡ショーにねゲストでね出られますよね。はい、これからねいろんなところでまたねイベントとかそしてキャンペーンとかね、はい、出られると思いますのでね、ファンの方はとてもね楽しみにしていらっしゃると思いますのでね、よろしく。コロナがねもうこのままずっと収まってくれたらいいんですけど。そうですね、うん、はい、多分いけると思いますけど ね、はい、それではありがとうございます。後ほどまた歌っていただきます。ありがとうございます。それでは続きましてね、みーさんにも思い出の曲を歌っていただきましょう。みーさんどうぞこちらの方までお越しください。あ、みーさんはまたね衣装替えされましたね。もうかっこいいですね、はい、いつねいろんなね服をどんね何かされてますか、そのスタイルをね保つために。何も本当にしてなくて、ね、してなくてそれ羨ましいです。いやいやいや、そんなことないですよ。でもね本当別に普通に食べて、うん、ね、いやー羨ましいわ。自然に食べてね、私ら食べて飲んだらもうブク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 太っていきますけどもね。それじゃないのでね、みーちゃん素敵はい、今日は何を歌っていただきますか。思い出の曲、はい、あの中森明菜さんのサザンウィンドという曲を、はいはい、歌わせていただきたいと思います。これを選んだのはどうしてでしょうか。はい、その中森明菜さんって結構いろんな曲そう歌いますよね。あ、それなんかね、でもサザンウィンドって結構元気が出る曲だから意外と好きで、ね、はい、明菜ちゃんって割とこうね暗くなるような、ね、歌がね、そうですね、なんか結構声低いんですかね。低いですよね、だからちょっと歌いづらいかなと思ったんですけど、はい、結構高音も出て、はい、だからすごくこの歌は好きですね。あ、そうですか、はい、それではサザンウィンドをみーちゃんに歌っていただきましょう、はい、どうぞ。するのよ振りかけに、自然に体がリズム取る。パナマ帽くるくると指で回して、テレブル届いた果実酒は、見知らぬ人から冷静に背中越し戸惑うは強い視線に、白い手穴に足を組んで、遠くへ着くのも気になるわ。映画的な気分で少しメランコリックに髪をかき上げて、危険な心ココナッツ葉陰のシルエット溶けた体を一休み、見えついた視線なら無視してポーズ、誘惑し慣れた男たち目移りするわよ。最後思わず釣られて手を振った、白い洋服の上の美少年、眩しい瞳。ありがとうございました。ありがとうございました。
ございました、はい、とても素敵でしたよ本当にもうこっちで乗ってまた踊ってしまいましたねもうすごい良かったです本当に10周年のね、はい、日にちが決まったみたいですね来年のね、はい、そうですあの2022年、23年の7月30日に、はいはい、あの10周年を、はい、させていただきたいと思ってます、はいはい、よろしくお願いいたしますぜひね、はい、そちらの方もね、はい、皆さんあの一般歌唱もありますので、はいはい、ぜひはい、あと福永さんも、はいはい、出演してくださるということで、ね、来ていただきますので、ねはい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます太鼓さんもね司会でよろしくお願いいたしますいただきます私の司会でよろしくお願いいたします、はいはいはい、それではまた後ほどね、はい、歌っていただきますので、はい、ありがとうございます、はい、それではここでお知らせがございますので、ご紹介させていただきます第2回作曲家宮下賢治杯歌謡グランプリ大会がなんと2022年11月27日朝日生命ホールで行われます。入場料は2000円となっております。そしてエントリーの申し込みは恐れ入りますがもう締め切りさせていただきました。ご了承くださいませ。そして、たくさんの、ね方が、ね、申し込まれておりますので本当にありがとうございます。そしてゲストの方なんですが松本恵美子さん、福永隼人さん、柚木美香さん、山本ひとみさん、大見千佳子さん、三河ゆりさん、みーさん、マダム冬子さん、橋正彦さん、高山隆一さんとなっております、入場料は2000円ですのでこちらの方ねぜひね見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私も歌いたかったんですけどね司会ですのでそれはちょっとなしです。はいありがとうございます。それではね、以上お知らせでございました。お二人にまた登場していただきましょう。福永隼人さん、そして美恵さん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。はい、それではねお二人にね、はい、今ねもう昨日からねどうぞどうぞ、はい、旅行の、ね、支援が、ね、ありましてね、はい、たくさんの方が、ね、旅行に行かれておりますけどもね、福永さん、ここがいいよっていうね、どこか場所、ね、いいところ知りませんか。11月入ってからなんですけどね、はい、日本海の方にちょっと、行こうかなって。あ、日本海のどこの方に旅に行かれますか。あ、城崎、うん、あ、温泉、いいですね、はい、美味しいですよね、木の先温泉のカニはね、素敵ですよね、あの眺めもいいし、カニもいいし、それはね、皆さん旅行でね、行かれたらいいんじゃないかなと思いますよね、はい、道中こう安全運転でね、事故専用に行かんか、あ、それだけはね、はい、車で行かれますか、やはり、車です、あ、そうですか、はい、それではミーさんはね、どうですか、はい、先日、先月か、先月はあの、はい、私東京の埼玉に帰って実家の方に、はい、で帰って、まあ、一泊、まあ、半分日帰り的なもんなんですけど、ね、忙しいですよね、みんなね、もう行ってもすぐね、もう高速乗るかなかなかね見るところがね、はい、ないかもしれないんですけど、まあ、はい、熊さんにずっと、はい、社長に運転7、8時間運転していただいて、7、8時間もうそら本当に大変ですよ、ね、でまあ、そのドライバーだからあんま外見れなかったと思うんですけど、そうです、ね、はい、私はあの帰り際あの、はい、静岡県 の, あの駿河湾とか、はい、あっちの方の 海のこの地平線ですか、はい、それを見ながら帰ってきてすごい海が綺麗だなと思って一人で喜んでましたけど ね社長は運転してましたけど、そうですよね、社長は、ね、見れないんですけどね、みーさんよかったですね、はい、はい、海ね見るとねパワースポットですか、いいですよですね、はい、はい、いっぱいパワーもらっ て、ね、はい、これからも頑張ろうと思います、はい、頑張ってください、ありがとうございます、はい、それでは福永さんには後ほどね、はい、歌っていただきますのでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。そしてなんかね、みーさんお知らせがね、はい、先週ね、なんかパソコンのね、はい、はい、そのパソコンのエクセル1級を、はい、あのこの間検定試験だったんですね、はい、先月、はい、でそのテレビでも言わせていただいてたんですよ、はい、でその結果が来まして、はい、であの合格いたしました、エクセル1級、はい、すごいですね、ありがとうございます、1級ですよ、はい、頑張りました、ね、みーちゃんすごい、何でもできる、すごい、そんなことないんですよ、でもすごいすごい嬉しいでしょうね、こっちまで嬉しくなってまいりました、本当に素晴らしい、みーちゃん、ね、これなんか今もね、はい、またなんか勉強していらっしゃるって、はい、またそのパソコンの方であのホームページとか、はい、そのウェブ系の方をまた学んでます、はい、すごいですね、今日もなんか行ってきた、はい、はい、今日もそのウェブの、あの、はい、パソコン上の中でそのいろいろホームページ作ったりとか、はい、それのまあ今日からスタートだったんで、はい、まだ最初なんですけど、はい、これからまたあの実
間かけて学んでいきたいなと思ってますね。頑張ってください、はいね、素晴らしい、もうね、はいはい、それでは次何を歌っていただきますか。はい、あの前作の白黒の万華鏡という曲を、はいはい、で今初め歌われた時と今となんかやっぱり違いますか、歌ってる、はい、もう結構その2015年にあのこの曲出させていただいたんです。2015年です、はいはい、だから7年間ぐらい歌ってるんで、はいはいはい、まあ、だんだん自分のものになってきたかなという感じですか。もう空もみーちゃんのものになってますよ、はい、それでは、ね、歌っていただきましょう、はい、みーちゃんで白黒の万華鏡です、どうぞ、はい、空に描いた白い涙に大に宝くじって雨になる、悲しみ背負った物語、抱かれた心を染める恋の地獄、一人傷つきだから、さまよい歩く旅人は輝き忘れた星のよう、ゆらゆら揺れる人生なんて、まぶたに隠れた万華鏡、ほら白黒の万華鏡、ほほ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 ほの夕暮れ、胸の痛み誘う色褪せつなく、面影だけがついてくる、明日を見つめるはずもない、閉ざされた心に響く恋の歌は、いつか覚えたメロディ、思い出たちが遠ざかる、水平線の船のよう、ふらふら揺れる模様、潤んだ瞳に映し出す、そう白黒の ありがとうございました。本当に素晴らしいですね。もう素敵ね、みーちゃんでございますけどもね、はい、みーちゃんね、今月からね、FM 花子でね、はい、カラオケ学友録第一月曜日ですか、はい、パーソナリティとね、はい、ね、2時から、はい、2時からその FM 花子さんの方で、はい、その学友
アーティストっていうか、まあ、そのうちの事務所が、はい、やってます。はい、はい、それで、まあ、第一が私で。そうですね。はい、もう収録されてきた、ね。はい、私はそうですね、第一だったんで、はい、はい、この間3日の日に、はい、はい、初めて由美子さんが今度、あ、はい、楠木由美子さんが司会なので、はい、そうですね、はい、またガラッと変わって、はい、また雰囲気が変わって、ね、楽しい番組になりますのでね、はい、ぜひ皆さんね、聞いてみてくださいね、はい。時間帯が変わって2時から2時半。あ、2時から2時半ですのでね、はいはい、月曜日よろしく、はい、お願いいたします。はい、次歌っていただきますのは、はい、はい、雨は止まないけどという曲を、はい、歌わせていただきたいと思います。前も言いましたけど、私今この、ね、はい、歌をね、一生懸命、ね、はい、練習してるんですけど、ね、はい、ぜひお願いします。サビのとこはね、はい、歌いやすいんですけどもね、はい、ね、最初がやっぱりその音が、ね、難しいですから、ね、はい、ね、そうですね、ちょっとなんだろう、語るような感じで、語るような感じで、はい、はい、それでそのサビでガーって盛り上がる感じですね、盛り上がって、ね、はい、ぜひ太鼓さんも会うと思うので、はい、ぜひお願いします。頑張って覚えて、はい、皆さんもね、覚えてね、はい、カラオケでね、歌ってくださいね。はい、はい、それではね、はい、雨は止まないけど、みーさんに歌っていただきましょう。どうぞ。また降る涙、幸せ振りほどく悲しい色がある。季節は流れても忘れられない想いはいつまでも胸に隠している。愛したことが悪い子に聞かせ泣き崩れて星が滲んでた。あなたが好きでした。誰より好きでした。二度と会えないけど雨は止まないけど。振りまいてほしい。
とうございました。本当にね、はい、素敵なね歌ですね。もう何回も言いますけども、大会で歌ったらもう絶対いいと思いますよ。この歌本当に。ね、出てたら歌ってください、ぜひ、まあ、素敵な声でダメだと思いますけど、ね、いや、そんなことないですよ、ね、はい、これからね、イベントとかね、はい、もうどんどん増えますのでね、はい、みーさんね、あの10周年に向かって頑張ってください、はい、頑張ります、ありがとうございました、ありがとうございました、みーさんでした、ありがとうございました。はい、それでは福永さん、どうぞこちらのね、舞台の方までまたね、お越しくださいませ、ね、はい、福永さんがね、今度、こうやってね、YouTube にね、出られてまして、そして福永さんも二刀流なんですよ。何が二刀流と言いますと、歌手活動、そしてあの自動車整備工場の社長さんなんですね。そしてね、YouTube、このように出されてますので、社員の方からね、なんか見てらっしゃいます、社員の人とかは。子供おるんですが、何も言いません。あ、そうですか。なるほどね。はい、はい、それではね、今度歌っていただきます曲目は、はい、酒場エレジーですね。はい、山本仁先生に、はい、作詞作曲していただきました。あ、そうですか、はい、山本仁先生はどのようにね、歌ってくださいって言われました、この曲で。別に歌いとかそういう、あ、なかったですか、うん、なかったんですけども、はい、ちょっとあの見てくれた、うるさい人やったら、はい、最初の頃よう言われましたけど、あ、そうですか、はい、どのような内容の、ね、歌ですかね、酒場エレジーというのはね。そうですね、まあ、主人公はあの女の人、お店のママさんですね。あ、ママさんですか。もう、なんていうのかな、幸せにこうなりたいな、いうその願望、そうですね、ママさんのね、ちょっとあのなかなかうまくいかない切ない心をね、歌っている歌ですね。それではね、歌っていただきましょう、酒場エレジーです、どうぞ。聞いてください。私があなたのお荷物ならば捨ててください、今日限り。どうせ私は酒場の女、幸せなんかは望んじゃないが、せめて欲しいね、夢だけは。恨んじゃいません、あなたのことは、俺が定めと諦めて、惚れて夢見た私に一度泣かせてください、あなたの胸で。今夜限りで会いません、はい、ありがとうございました。もう聞き惚れてましてね、2番終わってたのがちょっとわからなかった、申し訳ない。すみません、もうね、もうね、3番まで歌ってほしかったですけどね、時間のね、制限がありますのでね、はい、失礼いたしました。それではね、次歌っていただきます曲目は、雨に濡れてるいい女ですね。ね、この曲はね、女性の方にもね、とてもね、人気がね、ありますよね。
皆さんも歌っていただいてね、本当もう嬉しいです、はい、もうめちゃくちゃで歌っていただいてますんで。そうですね、はい、はい、カラオケ発表会でもね、歌われている方もね、いらっしゃいますのでね、本当にね、歌手のね、とっては嬉しいですよね。はい、それではね、歌っていただきましょう。雨に濡れてるいい女です。どうぞ。雨がぱらつく道頓堀の川もに揺れてるネオンバナ、橋のたもとで女が一人誰を待つのか、襟立てながら雨に濡れてるいい女、後姿が何とも言えぬどんなお方と会うのだろうか、雨に濡れてるいい女。ありがとうございました。とてもね、ノリのいいね、素敵なね、曲ですね。皆さんね、覚えてね、歌っていただきたいと思います。はい、今日最後の曲でした。はい、それでは皆さんにね、最後にね、今日の感想をね、話していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あ、皆さん来られておりますか。今日は行けますかね。はい、この今日は大丈夫です。もう少し向こう行かれても行ける、真ん中の方に行ってください。行けますね。はい、はい、それではね、福永さんからどうぞ。今日の感想ね、よろしくお願いいたします。今日も頑張って歌いました。また次の、11月ね、そうですよね、楽しみにしておりますね。はい、皆さんね、舞台に来てください。はい、まあ、今月も、ね、無事に収録できまして、でまた、ね、来月もまあ、だんだん寒くなるんですけど、はい、体壊さずに、ね、皆さん、そうです、本当に、ね、はい、もう一気に寒くなりましたからね、はい、また来月も、ね、元気で、はいはい、お会いしましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、三岡さん、よろしくお願いいたします。毎度歌ってますけども、はい、なかなかうまくいきません。そんなことないですよ。上手です。これからも一つよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。いつも見てくださっているファンの方にも、はい、ぜひこの舞台にこう、そうですね、歌ってほしいと思いますね。はい、皆さんね、太っ腹なんでね、はい、盛り上げて、ね、いただきたいと思います。ぜひ来てくださいね。よろしくお願いいたします。はい、そして来月はね、12月9日になります。ね、もう1月一
突き飛ばしてしまいました失礼いたしました。11月9日、第2水曜日6時から配信しますので、どうぞこちらの方もねご覧いただきたいと思います。宇多月の方来てください。よろしくお願いいたします、はい、そしてね YouTube で293プロムナードと検索していただければ1番から14番、そして15番はね投稿後にねまた配信されますので、よろしくお願いいたします。どうぞ皆さんこちらの方にね歌いに来てくださいね。よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。さよなら。皆さんお風邪などひかないように気をつけてください。ありがとうございました。さよなら。さよなら。ありがとうございました。